こちらの動画はですね、ネタバレを少々含んでおります。そういうわけですので、そういうのがお嫌いな方は、ブラウザバックを推奨いたします。そうでない人は、ゆっくり見ていってくださいね。はい、どうも、アンダーソンです。今回もね、こちら、ストプリさんとね、ドズルシアさんのね、共同作業というべきなんでしょうかね。多分細かいことは知らないんですけど、作られたのはドズルシアさんで、ストプリさんとね、ドズルシアさんのね、コラボで作られた、この、いちご忘れ、挑戦していこうと思います。チャンネル登録、お願い。前回挑戦したのは、このいちごを収穫せよでしたね。で、やってみて思ったんですけど、確実にグループを意識した作りになってますよね。というのもね、まあ当然でね、ストプリさんがね、ストリートプリンスっていう確か正式名称だったと思うんですけど、4人組だったんですよね。あの後ね、ちょっとね、動画確認させていただいて、見たんですよ。で、チャンネル登録もしたんですよ。可愛らしいね、若い男の子の声の人たちでね、一人だけね、ちょっとメンバーの中で毛色の違うかっこいいお兄さん系の声の方もいらっしゃったんですけど、まあまあそれでバランスを取られているのかなっていう感じでね、大人気らしいですね。おかげで私の動画も久々にマイクロで500万割ったっていう、なかなかないんですわ情けない話ですけど。で、今日はこの大粒いちご転がしをやっていこうと思うんですが、先ほども言った通りね、複数人数でやることが前提となっておると思われるので、一人でやっても まあ虚しいだけかと思うんですよ。そこでですね、動画といたしましては、まずコースをね、眺めながらちょっと一周回ってみますよと。で、次に、タイムアタックします。なるだけいいタイムを出してみようと思います。そしてそのタイムアタックを上回ることができるかどうかっていうのを自分でちょっと頑張ってみようと思います。では行くぜ、フライハイ。おお、あ、ここか。城を最初ね、前回ね、入ってくるときに見たときに、ここ通るんだろうな、あの氷のところでボートに乗るんだろうな、みたいなこと言ってたんですけど、ボート乗らないのかな。チャンネル登録お願い。ちょっとルール確認してみましょうね。大粒いちご転がし、大きないちごを仲間と一緒に転がし、おっさん一人で頑張りますよ。ゴールまで運ぼう。段差や壁などの障害物をうまく避けて時短を目指そう。いちごを左クリックで転がす。要するにいちごをしばき回しながら走り回るってことです雑な言い方だな。で、あ、やっぱチーム戦ができるんだ。ってことはですよ、これ1,2,3,4,5、チームから乗ける、だから5勝。え、もしかして、ストプリさんで5人だったのかな。俺ちゃんと見てない。ちょっと後で確認しよう。5色で、まあ、仮にね、さっき言った通りね、まあ、でも、複数、3人だったらもうごちゃごちゃになっちゃうだろうから、せいぜい2人でしょうね。10人くらいで、わーってやるのが一番楽しいかもしれないですね。誰がどのチームかっていうのはわかんないですけどね。私はね、個人的にね、青という色がガキの頃から好きなんですね。なのでね、青チームに参加しようと思います。参加も何もねえだろうっていうね、おめえ一人しかいねえよっていう話ですわ。では、右クリックで開始。チャンネル登録お願い。うれ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 、これ自分で前確認しながら行かないといけねえから、俺すげえ難しい。無言でやってる。これ、本当にイチゴしばいてる感じですね。転がんないな。転がんないな。おっと、ここで F1 モナコグランプリのバスストップ試験員のようなコースが。どうなってた？あっちか。行くぜ。これはでも、頑張ったらなんとかなりそうな感じですね。頑張ったらなんとかなりそうな感じだし、これ一人でやってても楽しいっすね。一人でやってても楽しいんですけど、これ一人でやってるのを動画として見さされて楽しいかどうかは別の話ですね。お、なるほど。なんか入っちゃった。通り抜けれるんだ。ここで詰まってんのか。近づいてくる。ってことは、こっち側から殴っても、え？抜けらんない。これはなかなかですよ。自分の足も取られるけど、イチゴも引っかかってめんどくさいことになりますね。全然前に進まない。はっ！非常に効率の悪いところにはまった。絶対避けないとダメですね。もう2分経ってる。2分どころか2分半になってる。ほんで叩いても戻ってくる。どうしたもんかな。抜けらんねえんじゃねえかな。
で、あの1位青チームがすげえ虚しい。ダメだこれ、手前に来ちゃうな。叩いても叩いても抜けないですね。そっちに行くんかい。反対に叩いたら行くな。ふーり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 。これ酔うってはいいけど、これダメだな。全然進まない。なんだっけこれ、足元ソウルサンドだっけ。ソウルソイルが足が速くなるのか。それはいいけどマジで進まない。これハマったね、罠だねこれは地面にはまりましたよ。あがんな、これリセットだな。リセットできないんだったらこれで一回戻るしかないね。えい、なんて虚しい結果なんだ。チャンネル登録お願い。てなわけでスタート地点まで戻ってまいりました。ですからね、ちょっとねプレイする前に一回コース見てこようと思います。でもしかしたらね、いちごを収穫の時みたいにね、三人称の方が見やすいのかもしれないので、三人称でうろつこうと思います。さてさて、ここから矢印の方向に向かって、この氷はいいんですよね。氷は良くて、つるんつるんつるんと。やっぱ氷の上は加速するな。マリオカートの加速マークみたいなもんですかね。で、ここを、ジグザグに通り抜けるんですけど、これ右は多分越えられないんですよね。あ、幅的には越えられそうだけど、あんまズルしてもあれだし、ここに引っかかりそうな気がしますよね。なので頑張ってジグザグ抜けて、で、ここですよ問題は。こいつに引っかかってね、今はまり込んだんで、これうちの環境の問題かもしれないですけどね、ここはまり込む。だからこいつを絶対避けなきゃいけない。おいで。ここも同じだから、まあインサイド回れるかな。まあ時短しようと思ったらインを回る方がいいんでしょうけど、インを回るにしてもこれ足元はあれですね、安山岩かな。安山岩と羊毛とこう分かれてるけど、羊毛の上実は走んないとか、そんなことあんのかな。ほんでここ水の中か。ここポチョンと落ちて。これ、イチゴは平気だけど、俺は移動がすごくめんどくさいっていう、そういうエリアかもしれないですね。で、またここで加速の矢印があって、ガンガン加速するね。ほんで、ここにサボテンが並んでるな。抜けれんのこれ。抜けれるかどうかわかんないけど、自分が当たるとこうなりますよね。イラーっとしながら通らないといけないんだろうな、ここ。で、ラスト、また氷があるけど、ラストゴールの手前に、また恐るべきトラップがあり、ここはまると多分また抜けられなくなるな。で、ゴール。というコースのようでございます。チャンネル登録お願い。さて、先ほどはですね、青チームでやったんですけど、変なハマりがあって弦が悪いので、逆張りということで赤チームでやってみようと思います。参加しました。スタート。7、6、結構待ってくれるよね。2、1、1って言った時に2だったって、数字も読めなくなってるとか、もろくしてんな俺。さあ頑張れ赤チーム。さっきの記録を超えたい。さっきの記録というのは、距離の話ではなくて、とりあえずまずゴールしましょうね。このリンゴに自分がハマってく絵が面白いいや面白がってないでさ、ちゃんとゴールして、でさっき のソウルサンドちゃんと避けないと。そのためにもまず綺麗に避けないといけない。おじさんもうスピードほぼほぼ度外視ですよ。インを回ります。あいつに当たってはいけない。あら、なんだ、イチゴ遮蔽物を通り抜けますね。城にはまりましたね。城にははまるけど、ああ今のスピロショートカットが一番賢いやり方かもしれないですね。どうすればいいのこれ。これもハマったんじゃないか。
たから、あ、びくともしなくなったよ。あ、でもやっぱりちゃんと上に打ち上げればいいのか。おかしいなと、おかしいなことになってるな。これ面白いな。木に余ってんのこれ。ジャングルの木にはまりましたね。めちゃおもろかったな今。自分はイチゴにはまるし、イチゴは城にも木にもはまるし、そしてここが痛いエリアですね。うら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 、なんか知らんけど、まあ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 綺麗に抜けてたけど、まあまあ綺麗に抜けちゃったな。多分あそこ、あの集団でやってるとね、一番わちゃわちゃしてね、一番取れ高があるとこだと思うんですよ。一人でやってるとぬっと抜けましたね。あ、やばいやばいやばい、ハマった。最後の最後でハマった。ソウルサンドにはまった。これは痛い。あ、抜けた抜けた、すげえ抜けれた。ゴール。1位という表記が虚しいのですが、とりあえずね、記録としては3分9秒ぐらいだった。今一瞬表示消したから見えなくなっちゃいました。チャンネル登録お願い。さてではね、さっきね3分少々で回れたと思うので、もっと早く走れないかなということで、ね、今度再びね、青チームでねエントリーしてやってみようと思います。で、今度はねコース見ながらとかじゃなくて、本当にあの障害物になるだけ触れないようにして、なるだけ早く、さっきのタイムをちょっと縮めたいと思います。4 3 2 1、いくぜいくぜいくぜ。さっきのね経験からね、実はショートカットができそうな感じだったし、いちごなだけにね。くだらねえ。心底くだらないことを言いましたが、あらららららら、こっちは空いてねえの。あ、はまりすぎたんだ。はまるにしても限度があるぞっていう話ですね。半分ぐらいですかね、いちごが、いちご半分ぐらいが障害物にどうやら食い込むことができるみたいですね。なので実はここから大外を回る方が早かったりすると思ったけど、木に引っかかったよ。出さなきゃダメだ。で、ソウルサンドをできるだけ避けて、外回ってでもソウルサンドはとにかく避けた方がいいですね。で、水エリア、水エリアをだから上手に下から叩けば、オフ、下から叩く前にはまっとるよ。行くぜ。ここで立って下からうまく持ち上げて、さっきよりは当然全然早いけども、最後の最後ではあそこにソウルサンドにはまんないようにしなきゃいけないですね。その前にこのさっきぬるっと抜けることができたサボテンゾーン、サボテンをうまくかわして、最後はもうインをガンガン攻めて、そしてソウルサンドを避けてゴールです。2時間33秒4、これが早いタイムかどうか今から確かめようと思います。チャンネル登録お願い。たった今確認した結果ですね、ストプリさんのメンバーのさとみさんがね、あの2分を切るというタイムでゴールして、メンバーの動画の中では優勝されておりました。私もね、なんとか2分を切るように頑張ってプレイしていきたいと思います。どれでいこう。緑でいってみよう。ストプリさんはね、さっきも言った通りみんなでやられてたんで、4人でやってなんていうんですかね、他の人から妨害されながらもあのタイム出してるんで、とはいえね、やはりすでにそう記録が出てるから、この記録を上回るべく私も頑張るしかないですね。もうね、さっきより早いかどうかもわかんない。とにかくゴールだ。さっきよりはちょびっと早いかな。2分16秒なんで、ね、多分10秒くらい縮められたと思います。すげえ、ぶっ飛ぶ。一がぶっ飛ぶの映像に捉えることができた。2分12秒6か。チャンネル登録お願い。というわけでね、さっきからずっとやってたんですけど、結局ね2分16秒を切ることができませんでした。申し訳ございません。おじさんが下手だっていうのもあると思うんですけどね、
本当ね、ワンアタックで2分切ったのってすごいですね。私ストプリさんのこのワールドの動画しか今のところまだ見てないんですけど、もしかしたらね、他でマイクラ動画とかやられてて、そのメンバーの里見さんって方めちゃめちゃうまいんじゃないかっていう風に勝手に推測しております。オンリーさんと一体どっちがうまいんでしょうか。ぜひね、そのストプリの里見さんにも、ドズル社のねオンリーさんにもぜひぜひね一人でイチゴ狩りをしていただけたらどうかと思います。俺はあれクリアできなかったね。3時間近くやりましたよ。でうちの PC のスペックだとね、3時間ぐらいあるね動画の編集をするのってほぼほぼ無理です大変でした。私のねPC のねしょぼいスペックの話はさておきですね、こちらねさっきも見た通り5つのねチームに分かれることができるので、2対2とかでやっても楽しいと思いますし、もちろんな上げてるサーバーによってはね本当に何人でも入れるんじゃないかと思いますのでね、ぜひねチーム対抗戦でやって、2分を切るようなタイムを出したらすごいと思いますので、ぜひ挑戦していただけたらと思います。概要欄の方にですねクラフターズコロニーからねダウンロードできるページを、リンクしておりますのでね、よろしければね確認していただいて、でまあいないとは思いますけど、この動画を見てる人でそういう人はいないと思いますけど、もしねドズルシアさんのチャンネルですとかストプリさんのねチャンネルをね未登録の方はぜひぜひね登録していただいて、そちらもご覧になられたらよろしいかと存じます。それではね、このおっさんのね情けない挑戦は今日はこれで終了しようと思います。また次回もねこのワールドにあるミニゲーム遊んでいこうと思いますのでね、よろしければねチャンネル登録等々していただいて、お見逃しのないようによろしくお願いいたします。それでは今日のところはここで終了とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。また次回の配信でお会いいたしましょう。さよなら。これも酔うわ